はい、こちら酒井陽四条さんの単調紅白3歳メス57センチです。お願いします。はい、酒井さんの単調紅白です。やはり酒井さんの、まあ、紅白といいますか単調といいますか、やはり理想的な体つき、まあ、この幅が違いますよね。そしてお頭の幅もあります。この肩の幅を見ていただくと素晴らしいなと実感できます。この声はですね、2歳の時は小ぶりだったんですけども、最近になって一気に伸びてきました。この数ヶ月でどうでしょう、何センチ伸びたかっていうぐらいよく伸び、太みもついてきました。タンもですね、理想的な丸い形、顔にちょうど収まっております。いいですね、色も濃く、色揚げも食べてますが、それほど、地肌は黄ばんでおりません。2番手、シミなども全く見受けられませんね。はい、寄ります。はい、いいターンをしてます。ほっぺた、目、黄ばん下がっておりません。色粉の並びも綺麗ですね。はい、シミなどないです。黄ばんってないですね。はい、お腹の方ふっくらしてます。非常にいい単調なので、野池に話せばよかったななんてことを今思っております。若干春先細身だったんですけど、今は潜水で勝てて非常に肉ついてきました。いい単調になってきました。はい、非常に太みありますもんね。はい、はい、いいと思います。いかがでしょうか。はい、こちら酒井陽四条さんの単調紅白3歳メスサイズが57センチです。ぜひよろしくお願いします。